何津義夫は、日本の政治家。勲章は朝日大受章。農林水産大臣、衆議院内閣委員長、衆議院議員、群馬県議会議員等を歴任。群馬県館林市生まれ。群馬県立館林高等学校、厚生大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、大発系自動車販売会社勤務、福井森田、坂村義正の秘書を経て、 1975年に群馬県議会議員に初当選し、3期務める。1986年引退する長谷川志郎の地盤を引き継ぎ、第38回衆議院議員総選挙自由、民主党公認で、旧群馬2区から立候補し、当選。1990年の第39回衆議院議員総選挙では落選したが、 1992年の補欠選挙で当選。小選挙区比例代表並立制導入に伴い、1996年の第41回衆議院議員総選挙以降は、群馬3区から立候補。1997年、衆議院内閣委員長に就任。自民党では安倍派三塚派に所属していたが、1998年に三塚派を離脱し、 翌年の志卒会結成に参加。2000年12月には、第2次森改造内閣で農林水産大臣に任命され、初入閣している。2005年の郵政国会では、志卒会会長の加盟や平沼らが、郵政民営化法案の衆議院本会議における採決で反対票を当時増反したのに対し、加盟から採決前に説得を受けるも法議せず、 賛成票を投じる。2006年、選挙の実務全般を、幹事長の下で取り仕切る、総務局長を、役員会の正式なメンバーに昇格させた、初代選挙対策総局長に就任し、翌2007年の第21回参議院議員、通常選挙の選挙で実務に当たるが、自民党は大敗。同年8月、選挙対策総局長を辞任した。二千九年の、 第45回衆議院議員総選挙では、公明党の推薦も受けて、群馬3区から立候補したが、民主党の柿沼正明に敗れ、落選した。その後、政界引退の意向を表明した。2021年6月3日5時52分、肝臓癌のため、群馬県立林市の公立立林厚生病院で死去、86歳没、死没日をもって、 13位に除される。ありがとうございます。